続きまして、TPP 対策調整会議の設置についてお願いします。はい、ご案内の通り、政府の TPP 協定交渉の参加、そして交渉のスタートを受けまして、本日 TPP 対策調整会議を午前中に設置をいたしましたので、発表をさせていただきます。マレーシアで今月15日から始まりました第18回 TPP 交渉会合に日本は23日から参加、昨日から最終日である本日にかけて日本について集中討議が行われておりまして、今後交渉の本格化に伴い各分野への影響と政府の対策が順次明らかになってくることが予想されます。県ではこれまで農林経済など各分野の情報収集を行うとともに、関係部局が連携して情報の共有化を図ってまいりましたが、政府の交渉参加を受けまして全庁を挙げて迅速な情報の収集共有及び必要な対策の協議調整を図るため体制を強化することといたしました。 TPP 対策調整会議は私が議長となりまして、副知事以下特別職関係部局長の23名で構成し、下部に実動部隊としての幹事会を設けることとしまして、今後の動向等を注視しながら本件への具体的な影響を分析把握するとともに、国に対して提言・要望等を行うなど、的確に対応してまいりたいと思います。以上です。